かし、この時代になりますと、主人公はもはやアーサー王ではありません。彼のもとに、ハセさん自体エンタクロキスタス、ランスロットやペルスバル、あるいはトリスタンたちがありました。さて、それではこの伝説、中世後期に、なってどういうふうに展開したかといいますと、13世紀になりますと、アーサー王の物語はヨーロッパ全土に広まりました。この各地に伝播していく役割を誰が担ったか。一つには十字軍遠征の兵士たちが遠い場所に遠征していくときに話を持っていったんだろう。あるいはブレトン人の商人たちが、地中海を中心としてヨーロッパで活躍しておりましたから、彼らが持って行って、伝播させたんだろうと、そういう説もあります。フランスでは、ルフボン体系、ヴァルゲットサイクルと呼ばれる、長大な三文ロマンス、あるいは、三文トリスタンといったような、フランス語で三文で書かれた物語が書き継がれていきました。しかし、この時代になりますと、主人公はもはやアーサー王ではありません。彼のもとに、ハセさん自体エンタクロキスタス、ランスロットやペルスバル、あるいはトリスタンたちがありました。アーサーはといえば、円卓教場の真っ最中に居眠りをするような老いぼれでありました。こうやって主人公は、もともとのアーサー王から入れ替わって円卓の騎士たちが引き継ぐという形になりました。この三文ロマンスの特徴は、物語が細分化されてお互いに絡み合うインターレースという中世独特の手法で書かれておりまして、現代の我々読者を悩ませてきました。これどういうことかというと、物語の一つの大きな筋がこう一つあると、 A というものがあるとすると、次に B というのがで、 A というセクションで A1、A2、A3、A4、A5と細かい物語があったとしても、それが連続的につないでいけば我々はよく理解できるわけですが、この時代の書き方としては不思議なことに、この A の塊と次に続く B の塊がそれぞれのセグメントによってこう絡み合うという。ですから、極端な話、 A1 でランスローの話が始まり展開していくと、途中でパッと話がトリスタンの話になる。そして再び A の2でランスロに戻るという。こういう複雑な構造を持ってます。インターレースというものですが。実はこれ、このビデオをご覧の方は覚えてらっしゃらないでしょうが、昔々 NHK の子供のためのラジオ番組でですね、ベニクジャクとかね、面白い日本と中国ですね、それからインドを巡るような長い長大な話で構造がインタレスになっておりまして、ところで話はこの辺にして、インドではというような途切れた話になるんですね。で、最終的にこれがこういうふうに重なってというか、あるいは織り込まれるようにして物語が構造的にできるという、そういうものが私の小学生時代、あるいは中学生時代にラジオで放送されていたのを覚えております。まあ、そんなような構造をですね、13世紀のフランスの三文作家を持っていた。そういうことが言えると思います。さて、ランスローが王妃ゲネビアとの不倫関係を結んだために、この二人の物語というのが、アーサー王伝説の中心の一つになっていきますが、そのランスロットと常に対比されるもう一人の勇敢な騎士、ガウェイン。これは、実は非常に面白い経緯を経て、あの立派な騎士になります。なぜかと言いますと、13世紀のルフボン体系とか、あるいは三文トリスタンを見ますと、嫉妬深い人間だとか、あるいは狼藉者、乱暴者だとして、あまり芳しい評価を受けておりません。ところが14世紀のイギリスの党員誌、
詩で書かれてますが、皆さんがご存知の最後に韻を踏む応韻の詩ではなくて、重要な単語にの最初の部分がそれぞれ同じ韻を持っているという倒韻詩という昔からある伝統的な詩法で書かれた作品があります。14世紀イギリスではサー・ガウェインと緑の騎士、サー・ガウェイン&グリーン・ナイツという、これはですね、私は中世文学の中の傑作中の傑作、特に我々現代の読者の立場から見ると、破綻がない、脱線がない、それからインターレースではない、話が初めから終わりに至るまで一直線に進行するということで分かりやすい。このサーガウェインと緑の騎士では宮廷作法に秀でた騎士道の鏡としてガウェインは扱われます。この作品が書かれたのは、英語の特徴から見てイングランドの北西部だというふうに思われていますが、その地方にはひょっとするとケルトの太陽神とも関係が深かったガウェインに対する地方的な崇拝の伝統が残っていたのではないかとも考えられます。英語で書かれたアーサーロマンスがフランス語の原点を完骨脱退して要点だけを略述した本案作品が多いんですが、その中でサーガウェインと緑の騎士は例外であります。転居作品に基づきながら、首切りゲームと誘惑というのがユニークに組み合わされ、人間心理と自然描写が美しく時には有根にあやなす、この作品は中世文学だけではなくて中世ヨーロッパ文学の傑作と言えると思います。アーサー王の物語、あるいはこれを真似たんだろうと思われるロビンフッドの物語なんかではですね、話の物語の始めとしてアーサーが、あるいはロビンフッドが、今日は食事の前に何かおどろおどろしい冒険がこの前で展開しない限り自分は指一本料理には手をつけないぞと言った途端に、横にあった扉がバンと開いて、そこへまるで怪獣のようなですね、人間とは思えないような緑の騎士がやってくるわけです。そしてアーサー王の前でひるむことなく一騎打ちをやろうじゃないか、挑戦します。でアーサー王がこれは無礼な餌、自分が成敗してやると思う、そう言って前に出てくるのですが、そのアーサー王を押しとどめてガウェインが、いやいやいや、これは私にお任せくださいと言って一騎打ちが始まろうとする。でその途端にですね、緑の騎士はじゃあ一つチャレンジ、挑戦をしてくれ、自分の首をこの斧で切り落とせ、その代わり一年後自分を探して旅に出て、そしてその挙句私が代わりにお前の首をちょぎるぞ、こう言うんですね。その結果驚いた騎士たちがみんな、一体何が始まったんだ。しかし画面はひるむことなく、そこでそれじゃあ俺が一刀両断のもとにお前の首をはねてやると言って、その大きなマサカリのようなもので首をちょぎるわけですね。すると首はコロコロと転がって騎士たちの前に行った。ああもう首が離れてしまったんだからこれは大丈夫だろうと思って、みんなで頭を蹴飛ばしたりして遊んだという場面があるんです。恐ろしい場面が一転して愉快な場面に変わる。でこれが実は文学におけるサッカーの起源であるという、そういう論文もイェール大学にいたマグーンという教授が、言っておりますね。サッカーの歴史というのを書いた押谷先生という方がいます。その岩波新書の中にこのエピソードも使われていた覚えがあります。でこういうふうにですね、ただ単にフランスの話を翻案したんじゃない、非常にオリジナルの高い、転居作品がありながら、その転居作品に基づきながら首切りゲームと誘惑、この2つ、誘惑というのは何かといえば、
その城の中に、止めてもらった最後の場面でですね、緑の城に止めてもらった、すると美しい方がやってきて、3日間誘惑しようとする、それをいかにして跳ねつけるかという、非常に面白い、場面があります。これとそれから昼間にやる狩りの場面、これが対照的に扱われるという、非常に構造的にもうまくできたものになります。ぜひご覧いただきたいと思います。これだけ面白い作品なんですから、映画になっていてもいいのですが、ちゃんとした映画はありません。あの B 級 C 級の映画が外国で作られたことはあります。